おはようございます、マリモです。さあ今回の勝利の方程式、3番バッターは私マリモが担当させていただきます。こちらのお店で実践するのね初めてなんですけれども、結構ねもう2人前に、まあ、出てるんですけど、二階堂さんと牛尾さんが、まあ、見てると状況見てるとすごいお客さん多くて、なかなかその朝失敗するとその後手詰まりになる可能性が高いと。で、まあ、それだけお客さんが多い店なんで、ちゃんとね、出てる島があったりとか、なんかその1列に1台ぐらいはね当たり台があったりするとか、あとはそのまあ固まっていい台があるっていう、まあ、多分その一機種とか一列とかまとめて、当たり島にしたりしてるような印象がある。なんでまあその辺りがあるってことはまあやりようがあるかなと思うんですが、惜しかったですけど、惜しかった。なんと本日抽選受けられませんでした。実は8時に新大阪を出て、普段だって1時間ぐらいで着くらしいんですね、こちらの店。じゃあなんかもう今日に限って事故まみれでいろんなところで事故が起こってて、もうちょっとそれにいろいろね阻まれてしまいまして、ここに着いた頃にはもう抽選が終わった10分後ぐらいで、残念ながら私一般入場となっております。なんでまあちょっとね、先に並んでた人が多分200人弱ぐらいいるんで、その後の入場なんでかなり大変なんですけど、まあいい状況の中で戦えるってことなんでね、なんとかその状況を生かして今回こそ勝ちたいなと思っております。前回前々回の出場者が二階堂さん、牛尾さんで2連敗してるらしいんですね。で、2人で結構なマイナスを叩いてるということなんで、ちょっとそれ悪い流れをここで止めて、あと3人残りいますんで、ここでねいい流れに変えて4連勝で行ってみたいなと思ってますんで、ぜひ今回も最後まで期待してご覧いただければと思います。おはようございます、おはようございます。あ、入場をね抽選した人がもうみんな入ったんで、僕も行きたいと思います。この辺りで待ってりゃいいのかな。今更焦ってもね、今更1人2人変わったところで、さあ結構いますよこれ。全体の半分ぐらいがもう埋まっちゃってるんですね、優先の人で。ああ、残念。こっちから向こうですか。あ、入り口にたどり着くのが大変。さあ並びますよ。多分一般の人でも、一般の人で30人ぐらいいるんで、多分僕210番目か20番目ぐらいですね。やってやります。そこら、そんじょそこらの人間と違うってことを、そんじょそこらのライター、あるいはライターっぽい人たちとは違うことをお見せしますよ。僕はゴスロ行きます。お、もうすでに打ってる。あー、混んでるな。あー、地帯台がね埋まってます。なんでこれ19ゲームだけ回ってたの。ちょっとこれ取っときます。あらららら、ホームギアスいっぱい入ってます。
待って、ハーデスまだ開いてるな。混んでます。迷う。花火でいいのか、でもハーデスを打つべきなのか。ハーデスにしようか。やっぱ出てない台になってんの。じゃあ俺これにしようか。全然実出てんの。何日間か出てない台を狙ってんだ。すごく遅い入賞でしたが、なんとかハーデスがね取れましたんで、まずはこいつから行ってみて、まあ、あのオープニングでも言った通り波動がめちゃめちゃの上がってくるので、ちょっとねダメならダメで早いうちに移動しようと思います。では行きます。さあこいつが当たり台で会ってくれることを祈りましょう。まずは、まあ、当たり台じゃなくてもいいんだけど、出てくれることを祈りましょう。こちらのお店がですね、1000円47枚貸しのお店なので、ちょっと更新スピードがやっぱ若干ね早まります。ただでさえね投資が挟みやすい機会なので、なるべく早めに引かないとなかなか厳しい展開が待っている可能性が高いですね。なんで、初期投資を抑えることも大事かな、こういうお店だとね。結構前日前々日出てない台とかを見て狙ってる感じがあるので、この台がねちょっと中途半端ではあるんですよ。前日が12回、前々日が近い当たってるのかな、その前の日が全然ですよね。でもってね、この番組というかこの僕が出てる回、が、まあ、4回に分かれるわけですよ。そのね、終わりぐらいか、まあ、これぐらいかなに、新しいゴッド、イオンゴッド神々の凱旋が入ります。なので、まあ、正直ハーデスを打つ機会が、あんまないんですね。だから、まあ、こういう意味でも今日ね、打っていきたかったなというのがありまして、若干台選び迷ったんですが、やっぱハーデスね。多分ホールの台数もハーデスね、多分今のまま残すホールってそこまで多くないと思う。まあ打ち納めじゃないけど、機会がね減ると思うんで、今のうちにたくさん打っとこうかなといったところです。5回ぐらいキナナ4連チャンスがあったんですけど、全部ダメだったんですね。うまくいきません。お、早速2回目の次こそ。はい、よっしゃ、早い。89ゲームで74点当たりです。ただここからですからね、勝負はどこまで続けられるか。
終わりさあワンセットでもワンセットいただいただけでもいいでしょう。さあここで決まりそうです。95ゲームで初の当たり投資がこちら4000円ですかね。紫菜とかもう弾ける